こんにちは、山内ゆきです。今日この動画ではリーディングのスキル、読む力ですね、英語で読む力っていうのを格段に上げていきたいと思います。これまで読めなかった長文を読めるようにすると、それを目標にしていきます。特にですね、この動画はあまりこう初級というよりは、少なくとも中級レベル、できれば上級レベルの方に見ていただきたい、そのターゲットはそこにしている動画になります。例えば英検1級とかトッフルとかアイレスとか読んでいけば大体わかります。大体わかるんだけども、やっぱちょこっとわからない、または不安になってしまう長文のその文章がたまに出てくるんですっていうのを完璧にわかります。大丈夫です、長文読めます。難しい文章でも読めます。それを早く読めるし、自信を持って解釈できています。そういうリーディング力を確立するための動画になります。これはね、もろテンスアップに直結しますので、英語のテスト、例えばTOEFLみたいな英検みたいなテストであれ、またTOEICみたいな、テストであれ、受験をされる方で、学校のテストの成績を上げたい方ですとかね、見ていただければと思います。じゃあ英文を書いてみます。では文章を書いてみましたので、この動画を止めていただいて、これを読んでください。でこれは問題があるわけじゃなくて、これを読解できるかどうか、意味がわかるかどうかっていうことをですね。でもしちょっと文字が小さくて見えないよという場合には、概要欄のところに同じ文章が書いた PDF を貼っておきますので、そこからタップしていただければと思います。今あなたのリーディング力っていうのを格段に上げていく大事な時間になりますので、必ずベストを尽くしてみてください。見終わったら動画を再生してくださいね。じゃあどうぞ。では読解できましたか？これもあえて分からなくなるような文章をあえて書いたんですよ。なぜかというと、これまであんまりこう努力しなくても考えなくてもスラスラって読める簡単な文章、単純な文章を繰り返し読んでいても、読解力って上がっていかないんですね。できることを当たり前にやるので。なのでこういうふうにあえて難解に作られた構造、一発で分からなかったとしても、こうじゃないかこうじゃないかと考えて読解しようってしていく、そういう行為自体が自分の英語力を格段に高めてくれますので、これをやってほしかったんですね。もしこれがもう一発でスラッとこう読めましたよと、意味分かりますよっていう方はですね、もう見なくていいです。そうじゃなければ一緒に読解していきましょうね。ではこの難しいポイント、これで一文です。まず、どこがこの文章の主語なのか動詞なのか、この部分は何の役割意味なのか、この部分は何の役割意味なのかっていうのがなかなか取りづらいところは難しいところですね。とりあえずこの辺を一回無視してください。では説明していきたいと思うんですけども、正解を言う前にちょっと一部分からないところ、不安なところってあると思うんですよね。それを分かるようにしていくためのヒントを出しますので、自分で解決できるかやってほしいんですよ。そうできればベストです。じゃあこう見ていく中で読み取れてない理由っていうのがいくつかあるんですよ。その理由原因っていうのはですね、まず主語が何で動詞が何なのかっていうのが取れていないっていうのが一番大きな原因としてあります。これが主語じゃなかろうかと思ってたけど、それは実は主語じゃないですとかね、これが動詞だと思ってたけど動詞ではないですとか、確定できていない、正しく確定できていないというのが理由としてあります。なので解釈できていなかったら、あれ、私が思っている主語って実は主語じゃなかったのかもしれない、違うものが主語だったのかもしれない、そういう目で違う角度で見てみようというふうにこうしてみてください。そうすると、あ、このピクピピンって、あ、この線で意味が通るわってなるかもしれません。あとはですね、 from、この from 何ってなった人いると思うんですよ。なんでここに from があるの？ from ここにあるじゃん。もう一回 from が来たぞ。この from が何なのかっていうのを大きい視点で見てみてください。これはね、多くの場合、単語単語で見ていく人に起こることなんですけども、熟語をキャッチできてないっていう人がいるんですよ。で、述語の中にあるこの前置詞なんだよっていうのが取れると、あ、この位置関係ね。で、これが A と B になるね。あ、そうすると、ああ、こういうふうに意味が通るわっていうふうにできることがあります。この単語、一単語を見るんじゃなくて、全体で見て、このフロムがどっからどうつながっているのかっていうのをぜひこう取ってみようとしてみてください。また別の理由で、私、わからなく理由をあえて盛り込んでるんでね。There was no easy task. There was no ってのは何々ないっていうことですよね。There was no だから簡単なタスクがないっていうことなのかなって反応した人いませんでした？本当にそうでいいんですかね？区切り方そこでいいですか？ There was no easy task のここで区切ってる人多いんじゃないですか？あれ？読めなかったぞ。意味が取れなかったぞ。ってなったら、
区切り方を間違えていることがよくあるので、区切り方を変えてみてください。そこじゃないぞ、違うところで区切ってみよう。あ、そうするとこれは動詞だなとか、あ、これ動詞じゃなかったなとかって、そういうことに気づいたりします。次、また別の、困っている理由がある方がいらっしゃいます。 had already confused、 まあこれ already がすでにいいですよね。だから have already、 had already、 この現在完了形、過去完了形で習っているので、Had already confused で反応した人いませんでした？本当にいいんですか？それで。だから頭がそう反応しちゃってるんですけれども、その反応が正しいと限らないんですよ。だから思い込んでるのと本当の意味が違うっていうのは、そういうこう思い込み、一瞬見て反応しちゃう頭のことをプライミングって言うんですけど、プライミングが起こってると思うんですよね。そのプライミングを一回外してほしいんですよ。もしかしたら違うかかり方をしてるのかもしれない。この単語はこっちにつながってるんじゃなくて、こっちにつながってるのかもしれないっていう目で見てほしいんですよ。そうすると、おやってなることがあるかもしれませんね。最後、この単語の意味、それでいいんですかね。例えば、make。make ってどういう意味ですか？作るっていう意味を一番最初に考えるでしょうね。作る。作るっていう意味だけですか？そうですね。例えば、I made it. You can make it. これ作るっていう意味ですか？あなたそれ作れるぞっていう意味じゃないですよね。OK。例えば、he made me happy. 彼は私を幸せにしたっていう意味じゃないですか。それって作るっていう意味ですか？違いますよね。刺激動詞じゃないですか。はい、そういうふうに違う意味で使われることって単語って結構ありますよね。そういうのってないですかっていう視点で見てみてください。それがキャッチできてない、発想できていないから文章の意味は取れないということがよくあるんですよね。今結構ヒント出しましたので、それらを踏まえて自分なりにこうやりくりしてほしいんですよ。ここが成長の大事な時間なので、ぜひやってほしいんですね。やってみてください。では読解をしていきましょうか。答えになりますので、一緒に最後まで見ていただければと思います。 As seen in the case of Romans、 ローマ人のケース場合に見られたように、 People in the most powerful empire that has existed in our history、 私たちの歴史の中で存在した最も強力なパワフルな帝国の人々っていうのが、ここからここまでっていうのは同格ですね。ローマンズのことを言ってます。ローマンズとは誰かってこう説明してるだけです。なのでこれはお飾りですね。As seen in the case of Romans, distinguishing what was imported to their homeland from multiple roots. ここちょっと難しいですね。Distinguishing、 これはこう区別するっていうことですよね。で、ここでね、2つの可能性が生まれます。ing の主語として使っているのかもしれませんし、分子構文の ing が来ているのかもしれないですね。確定できない。だから両方の可能性を持って読んでいくしかないんですけども、だからこれが一定の主語になるのかなっていう頭と、主語じゃなくて分子構文の導入部分かなっていう両方の可能性があるわけですね。what はものですから、distinguish what was imported to their homeland。 彼らのホームランド、自分の国の土地に輸入されてきたもの、 from multiple routes、 いくつかのルートをたどって、いくつかのルートから彼らのホームランドに運ばれてきたもの、だからここの from、 これがポイントですね。ここがこうなるんですね。 distinguish A from B っていうのがあるんですよ。 distinguish A from B で A と B を区別するんですね。ここが A と、 each productproduced、 各生産物っていうのを区別するのはっていう主語になりそうですね、今のところね。また他の可能性もありますけどね。はい。 There was no easy task。 え？でこうなります。主語じゃなかったの？でも There was no easy task、 なんか主語動詞、まあこれ主語動詞じゃないんですけども、統治なんですけどね。あれ、新しい文章が始まったように見える。じゃあ何か解釈が違うのかな。ここで気づくんですよね。There was no easy task っていう区切り方じゃないんだな。There ってどこについてるよって視点を変えないと読めるようにならないんですよ。There っていうのは produced there です。ここまでくっついてます。そこで生産された作物、各作物を区別するのは難しいってことなんですね。じゃあここまでいきます。ローマ人のケースで見られたように、彼らの国に複数のルートで持ち運ばれたものと、彼らのホームランドで生産された各生産物っていうのを区別するのは No easy task だ。簡単なことじゃないってことですね。OK。で、No easy task and trouble なのかな？A and B ここで取りますか？って考えるんですよ。多分取る人が多いんですよね。取った人多いと思いますけど、本当にそうなのかって考えるんですね。Was no easy task and trouble they faced had。 なんかまた新しい主語動詞が始まったぞ。ってなると、
これが A and B じゃなくて、ここで区切れていて、and だからもう半ばこうカンマがあるようなものでね、はい、あるようなもので and 接続しね、 and 新しいのが始まります、新しい説が始まりますね。 trouble they faced、 あ、ここで and が来て新しい主語がここに来ましたね。彼が直面した問題っていうのは had already confused people feel even more confused。 ここどう取ります？ここが過去完了形だと思いました？思っちゃいがちですよね。そう反応しちゃいますよね。だって文法で have、 また had とAlready ED 系で、すでに何々したって習いますからね。でもその区切り方で通らないんだったら、区切り方を変えないといけないんですよね。単語が持ってる意味が、もしかしたらこのハードで違う意味なのかもしれない。過去完了形のハードなんですか、 have の持っているのは単純な過去形のハードなんですか、使役動詞 have の過去形のハードなんですか、どうだと思います？これは使役動詞 have の過去形です。彼らが直面した問題っていうのが何々させました。Have っていうのは、例えば He had me study だったら、彼は私に勉強させましたじゃないですか。だから Have 人動詞ですね。 Have 人 Already confused people、 これが一つの人です。これがだから Me みたいなものですね。すでに confused した人なんです。だから Already っていうのはこっちについてます。すでに混乱している人々っていうのを Have 人動詞ですからね。これ動詞ね。Feel even more confused。 すでに混乱している人々っていうのをさらに混乱させましたってことですね。まあ、混乱、まあ、feel ね、感じさせました、混乱を感じさせましたってことですね。はい。でここで最後どんでん返しが来るんですけども、It seemed。 これも中は挿入的ですけども、結構主語動詞の本当の主語動詞はどれかっていうと、こっちで本当はこっちになっちゃう可能性が高いですけどね。It seemed っていうのはそのようだったって意味ですね。だからこういうようだった。っていう意味です。まだ大きく、さらに聞きましたね。said he。 これは he said の統治ですね。彼は何々のようだと言いました。これが文章の一番大きな括りになります。こういう感じだったようですよと彼は言いましたっていう括りになっています。これで文章全部来ましたね。まあ言われて説明されたら、まあそういう、まあ、意地悪な文章だなってなるかもしれません。まあ、私も作ってて本当に自分性格悪いなと思ったんですけど、やりたいのは単語の意味をちょっと違う意味で考えてみることで、主語と動詞をちょっと違うふうに考えてみることで、この from っていうのは浮いてる単語があれば、どっかとつながりがあるんだな、どっから来てるんだろうって全体と合わせて考えてみることで、プライミングを一回外してみることで、実は解釈できなかったものがスッとこう電気がビュービューンと通るように通ることがあります。そういう練習をしていただきたいなと思います。そうすると、これまで読めなかった文章というのは読めるようになってきますし、その速度が上がってきます。すなわち点数がどんどん上がってきます。英語力上がってきますので、このね、こういうタイプの、あえて難しい、読むのが難しい問題っていうのをこれからも出していきたいと思います。英語力を上げたいという方は、チャンネル登録よろしくお願いできればと思います。See you next time!